バイナリーオプションスペシャリストのハンマです。こうですね、3台で投資してますけれども、真ん中と右は今デモですね。こちらは本番です。それでね、こちらの情報なんですけども、インジケーターのですね、設定値が今こうモードが2になってんですよね。ここをどうするかですよね。とってもね難しいんですよ。それで22にしてこっちは00で出しても1ぐらいじゃないとちょっと難しいんですよね、勝率。22で。で、44にしますとね、44にしますと、この0、スプリットの幅が、稼ぎが0以上じゃないと受け付けないんですよ。それで、決まってから4時間にしてるんですけど、あと、いいね、シグナルが出ても、10分もう一回待ってみて、さらにいいのが、っていうような、ことを分析する時間ですね。それで50個以上投資としてるんですよね。それで、ここはね、特殊関数で、利益率と、数の調和を測る乗数なんですよね。これはスプレッドなんで40スプレ 4.4 なんですけど、40単位が10倍になってるんですけど、4ピップス以下の通貨しか動作しないようにしてるんですよね。ではファイルセットっていうのは2個まで投資するということで、で分析利率の解像度が10ポイントになってるんですね。1だと精密に分析するんですけど、時間かかるんでね。これこうやってんですけどね。ちょっとここで動かしてみようかな。ここで出てくるかな。ね。どうかな。難しいっていうか、あ、出てきてますね。これね、あ、一つこれ出てきますでしょ。これね、これなんだけど。ね。ここ出てきたですね。44の方がいいのかな。先週44じゃなくて22の方がね、単位になったんですよ。ちょっと利益ぐらいですか、利益が単位ちょっとぐらい。4422で分析したんですけどね。44でしょ。で 1.3 台、30勝21敗ですね。50個以上を多くにしてるんで、ギリ帳。1個消えたらもう、やばいってやつですね。だから、続くかどうかわかんないんでね、すぐ切れちゃうんですよね。分析、シグナルが始まってから。1.1 でしょ ?44 だから強い。で、27.766 ですね。スプレッドが分析できてんだけどね。これ困ったなぁ。難しくて。どういうふうに見たらいいかなぁ。シビアなんですよ、これ。また単純じゃないと、高速処理しないと、これ短期だから、3分のバイナリーオプション用のインジケーターだから、とってもデリケートなんですね。時間が長いとね、かなり分析時間が回るんで、非常にゆとりは持てませんけど、分析はできやすいんですよ。だ短期はね、超高速で演算しないといけないし、決まりが単純なんです、意外と。原始的なものを受け入れるんですよね、これ。短期で見るとね、とってもね、で、アウトがここに2って出てるんですね、これね。2って出てるんですよ、ここに。これ、だから2個投資するんですね、この決算の間に。これ1個だとね、難品みたいなもんですね。
2個まで通すんですよ。1個だけじゃなくてね。この聖火率もね、難しくて、ものすごくシビアなんでね。本当に僕が言ったことはそうなるとも限らないんで、今1個でしょ、分析がね。これ1個しかないんですよ、今ね。困っちゃったな。だけど、1.36 の比率だから、そんなに勝ち負けで、ね、2とか4とかじゃないんでね。30勝20勝1敗だから、大敵な感覚はあるんですよね。ペアアウトの関係の比率も落ちますから、こんぐらいで、ね、それで実際となりますとまたかなり落ちるからね。あ、この、27.766 ですね。円って、EN って円という意味で書いてるんですけどね。1回の利益モーションが27円。それだけの余裕を持ってると勝ちやすいんですけど、このプログラムが僕ちょっとバグがあるかもしれないんで、本当に通用してんのかっていうのがあんまりわかんないですね。で、まあ、聞いてるようですけど、弱ったなぁ。本当にないんじゃな。1個でしょ？ 1 個でしょ？これ全部見せられませんからね。上の、標準的な上の設定のとこだけですね。これ、もうすぐ時間だ。これ盗まれないようにね、時間制限入ってるんですよ、これ。今、2020年まで有効になってますね。これ、この設定変えないと使えなくなる。